先行、そして株が主導性高にいくってことはということで、はい、じゃあ今回、武者さんのお話、史上最高値は新しい日本のキックオフで、はい、かっこいいですね。そうですね、うん、ただもう本当にそうなると思います。まあその新しい日本、まあ、日本全体ってこともありますし、はい、日本の株式市場にとってもね、はいはい、これからだってことを意味してるんですか。はい、そうですね、おそらくですね、うん、今日本は歴史的な転換点に立ってるんですよ。はい、苦しい時代が終わって、下積みの時代が終わって、これから花開く時代に入っていると、それがこの株価をが如実に示しているということですよね。はい、世界見渡して、うん、これほどですね、まあ豊かな市場があるのは日本だけですよね。あ、そうですね。世界的に見てアメリカはまあ史上最高値だけど、うん、まあ結構高値圏だし、はい、まあヨーロッパ、中国はとんでもないし、まあ日本だけが明るい。なぜかと。それは次の時代が日本の時代だからだと、はい、まあいうようなことだろうと思うんですよね。はい、では今日の武者さんからのメッセージます。用意いただいた資料を見ながらいきましょう。はい、これからまだ明るいんだということで、はい、こういう見通しなんですね。そうですね。まあ日経平均はまあ今年は難なく4万円を超えていくと思います。はい、まあその先どこまでいくか、まあ4万5千円ぐらいはまあ普通にあり得るだろうと。うん、で、まあこのままいきますと。遅くても10年後、早ければ5年後ぐらいにですね、日経平均が10万円という時代がやってくると思うんですね。10万円みたいですね、激安ですね。はい、アベノミクスが始まった時がですね、まあ9000円ですからね、9000円から今まで、まあ10年で4倍になってるわけですよ、日経平均は。はいはい、そのペースでいくと、まあ5年ちょっとでですね、10万円になりうるんですよね。はい、というほどのダイナミズムが今の日本のマーケットにはあるんだと、うん、まあいうことがこの史上最高値接近で見えてきたと思うんですね。はい、でまあそのこの理由となっているところは、はい、まあ簡単にじゃお話しください。はい、まあ端的に言ってですね、うん、まあ岡本さんも今おっしゃったように、はい、私10年前から割安だと、うん、日本株は上がると言い続けてきて。私だけは言ったんだけど、そういう熱狂は全然来なかったんですよね。はい、まあ株価は上がりはしたけども、うん、人々は至って冷静沈着だったんですね。はい、でそれはやっぱりなぜかというとですね、やっぱり条件が整ってなかったからだと思うんです。うん、で端的に言ってですね、株が上がる必要条件は私の主張通りもう10年前からあったと思うんです。うん、それは何かというと、日本企業の稼ぐ力、収益力、それから株式の割安なバリエーション、まあ、こういった点でですね、もう必要条件はもう10年前からあったんですよね。うん、でもいやじゃあもう日本の時代だと、日本株の時代だとは人々がまあ決心をしなかったのは十分条件が備わってなかったからだと思うんですね。うん、で十分条件とは何かというと、まあ端的に言ってですね、米中対立ということによって、うん、政治軍事の力が日本の経済を大きく押し上げざるを得ないということが見えてきてですね、うん、もういよいよその時代が見えたということから起こったと思うんですね。はい、したがってですね、まあ、この株価上昇と米中対立という地政学とは非常に大きな、まあ、関連があると思います。うん、あるいはそれがなかったらですね、日本は変われなかったと思うんですよね。じゃあこの相場の始まりは地政学だったというところで、そうですね。それはできますかね。はい、次のところ行きましょう。これはですね、まあ近代日本の株価推移なんですけれども、まあ長期のこういう株価を見ますとですね、日本の株価だとか日本の経済の繁栄を支えているものっていうのは基本的にはまあ地政学なんですよね。うん、まあ日本の場合に地政学というと、まあどのように考えればいいかというと、まあ世界の覇権国との関係性と言っていいと思うんですよ。はい、明治大正は世界の覇権国はイギリスです。で日英同盟で日本は世界最強のイギリスの最も近い国だったんですよね。それが背景にあって日露戦争にも勝ち大繁栄をしたというのが明治太平洋の繁栄。はい、結局イギリスアメリカをまあ敵として戦争して負けたんですが、うん、次の繁栄は1950年から90年まで、まさしく50年の冷戦勃発、同時に起こった朝鮮戦争、はい、これでですね、ニッチもサッチもいかなかった日本経済がまあがぜん強くなったんですね。朝鮮戦争が始まってから株価は3倍になりました。で戦争が終わって一旦ブームは去ったんですけど、うん、その後世界のですね、いわば産業王国としての日本の飛躍が、まあ、1990年まで続いたわけですね。はい、でこの大きな、まあ、変化っていうのはやはり冷戦の下でですね、アジアにおける産業拠点あるいは自由主義の砦として日本が極めて覇権国であるアメリカにとって大事な国であるということから起こった繁栄であると、いうふうに言っていいと思います。はい、ところが冷戦が終わって、日米摩擦もあって日本は叩かれてもう完全にですね失われた30年世界の中の、劣等生に陥ったわけですよね。でこの劣等生である日本ががぜん大きく転換をし始めたのが米中対立ですよね。つまりこのアメリカが中国をですね共に天を抱かない、脅威であるというふうに認識をして、中国との戦いということに備えるということがアメリカにとって最も重要な国益になった、となるとですねがぜん日米同盟は極めて大事になりますね。中国が太平洋に進出する上で蓋のようにかぶさっているのが日本です。ですから日本が中国の側についたらもうアメリカは終わりなんですよね。それと同時に今一番大事な半導体とかハイテク、圧倒的に中国で生産しているわけです。このまま米中が戦いに、進んだとすればね、直ちにアメリカ経済は生命線を断たれるという危機が、迫っているわけですよね。という意味でこの米中冷戦ということから起こる一連の変化というのがですね、非常に重要なことだと思いますね。ちょうど今から70年前の朝鮮戦争から日本が大きく変わったような、そういう変化の入り口にある可能性があるんだと、いうのがですね実は今の相場の最も重要な推進力だと思います。なるほど。ちょっと次のスライドいきますかね。急激に高まる日本の重要性ということで、こういう変遷をたどるわけですね。かつてですね、米中冷戦の頃、いわゆる東西冷戦の頃、アメリカは日本にいろいろな形でサポートして技術を提供してくれたり、アメリカの市場を開放してくれて、日本は世界最強の産業王国になったのが1980年、ジャパンアズナンバーワンです。ところがあまりにも強くなった日本がアメリカの産業をどんどん脅かすと、で日本叩きが始まったんですね。で冷戦も終わったと。したがってアメリカにとって一番脅威なのはソビエトとか中国とかいう国じゃなくて日本だというのはですね90年代です。したがって日本叩きというのが起こり、結局ですね日本のハイテク産業はですねこれによってことごとく負けでやられてしまったんですよね。これがジャパンバッシングの時代です。2000年ぐらいになりますともう日本を叩くだけじゃなくてもう日本を無視すると、アメリカ人は日本を素通りして中国に行くことで、日本の産業がですね全部中国にシフトしていったと、日本から中国へと世界最大の産業拠点が移ったというのが2000年ですよね。その結果日本は負けてですね、何もなくなったと、ジャパンナッシングになった、これで日本は終わりだと思っていたところにがぜん大きなですね追い風が吹いたのが今回の米中新冷戦ですね。そしてですね日本はアメリカにとっても一番大事な、同盟国になったと、こういう大きな地政学的な、変化を、バックにしてですねさまざまな経済や市場の、変化が、導き出されているという状況だと思うんですよね。でこの地政学が非常に起点として大事だった、そこの中で、さらに鍵を握る、そのキーワードが半導体になるわけです。そうなんですよね。やっぱり半導体が一番大事だと思うんです。それは、半導体というのはですねやっぱり今世界で一番繁栄している一番成長している領域はどこかというと、グローバルサウス、インド、アフリカではなくてですねやっぱり第7大陸であるというふうに私はかねてから言ってます。つまりサイバーの世界ですよね。我々インターネットを使うことでとてつもなく大きなパワーを得られると、そこでビジネスもできると、さまざまな消費活動もできると、電車に乗っても何をしていってもみんながスマホを見て何かやってますよね。でそれは何やってるかというともう日本の国から離れてですね、サイバー空間で遊んでるわけです。でこのサイバー空間というのはある意味では国境のない世界の誰でもが入れる空間なんですね。でこのサイバー空間をアメリカが圧倒的に強い力で抑えてますよね。アメリカの、大きなビッグハイテク企業が、したがって、そこはアメリカが抑えてるというんですけど、では我々現実の生身の人間がどうやったらそこの世界に飛べるのかと。そのゲートキーパーが半導体ですよね。半導体がないとこの素晴らしい肥沃のですね第7大陸に行けないんですよ。したがってこの半導体というのは決定的に重要なデバイスになっているというのが今の状況なんですね。はい、で半導体の歴史をたどりますと1990年世界の半導体シェアの5割が日本だったんですね。そうなんですね。はい、この前後私は半導体のアナリストをやっておりましたので、半導体のセクターアナリストみたいな、はい、で当時分析をすればアメリカの半導体にはもう勝ち目がないというのが、はい、机の上でのデータ分析から出てくる結論でした。ところがアメリカの日本叩き超円高、もう全く理不尽なですね、アメリカの日本に対する圧力によって日本のシェアは5割から1割まで下がっちゃったんですよね。これは日本が危険だからということでアメリカが裏から手を回してですね、韓国だとか台湾だとかそして中国だとか他のアジアの地域に日本のハイテク産業を強制的にシフトさせたと言っていいと思うんですね。クリス・ミラーという人が昨年「半導体戦争」という本を書きました。これは非常にですね、しっかりした本なんですけど、はい、私も驚いたんですが、この本で書かれていることは、敵の敵は味方だということで、はい、インテルはですねもう日本の半導体を敵視したわけですよね。もう圧倒的に強くてインテルが開発した DRAM を、日本が全部奪っちゃったと、でインテルが持っているマイクロプロセッサーももう日本企業にやられるという寸前ですから、もう裏から手を回してですね、日本をやっつけようと。はい、で結局何をやったかというと、韓国企業のですねテコ入れ、サムソンにですねものすごいテコ入れをしてインテルがですね、はい、その結果サムソンが強くなった。つまりちょっとじゃあ、はい、今暑いところですけど、はい、一旦お知らせ挟んで続きはお聞きします。はいはい、今日は武者筆たちの武者さんに来ていただいております。そんな落ち込んでた日本の半導体ですが、今日経金を押し上げるぐらいのね倹約が半導体関連企業になったりもしていると、何が起きてるんでしょうか。もう最大のポイントはですね、アメリカが日本に巨大な半導体産業を育成せざるを得ないというように、もう心から方針を決めたということだと思うんですね。なぜそういうことかというとですね、日本が強かった半導体を弱くしたのはいいんですけど、今どういう状況になっているかと。これは世界の各国のですね半導体シェアなんですが、はい、このオレンジが国籍別の企業シェアです。世界の半導体の 55% はアメリカの企業が支配してるんですね。はい、はい、アメリカ圧倒的に強い半導体強国です。ただしこの青がですね生産なんですけど、これだけシェアを持っていながら生産をアメリカでやってるのはわずか 12%。つまり残りの30数%はですね、アメリカの外、基本的には韓国、台湾、そして中国、こういう国でやってるわけですよね。ということは米中戦争がですね勃発したら、もうこのアメリカの半導体は調達できなくなるわけですよね。この部分を安全な地域にシフトしなければいけない、これがですね最も重要な地政学的要請なんですよね。ということから全てが始まっているわけです。でちょっとですね数年前を思い起こしていただきたいんですけれども、全ての専門家が日本の半導体は終わったと、みんな終わってました。だって技術はない、人もいない、需要もない。半導体企業のアニマルスピリットもない。だからもう日本は完全に半導体として終わった国だったんですよ。ところがですね突如として大きな変化が起きたと。で最初の起点は2021年のですね菅首相の訪米なんですね。その時にバイデンさんと共同会見をし、共同声明を発表して、で日米半導体協力を謳ったと。その1ヶ月後に自民党のですね中で半導体議連というのができたと。で10兆円お金を使って半導体産業を日本で、復興させるんだということが突然舞い上がったと。その5ヶ月後に世界最強の半導体メーカー TSMC がですね熊本に工場を作ると。でしかも1兆円のうち半分の 4,700 億円を日本の政府が出すと。そしたら TSMC だけではなくてラビダスとかですね他の例えばキオクシアだとかですね、あるいはマイクロンだとか、いろんな企業にも政府は支援をすると。ということによってですねちょっと半導体ブームがものすごい形で起こったわけですよね。誰もが想像できないようなこのブーム、これはですね出発点は全てこの米中対立にあるというように言っていいと思うんですね。で半導体というのはそもそもからインターネットもそうですけど、ハイテクというのはもうそもそも軍事技術から出発してるんですよね。でその半導体、これはいわば国の生命線であると、その生命線を安全な日本に、供給を依存したいと、いうことから起こっているのが一連の変化である。なるほど。でなぜ日本かということなんですけど、次のですねグラフをご覧いただきますと。はいはい、確かに半導体はもう日本はもう完全に負けてると。だけど半導体の材料は世界の半分日本で作ってるんですよ。材料、半導体材料、はいはい。それから半導体の製造装置も3分の1は日本なんですね。つまり日本は半導体の周辺技術、あるいはそれのですね広範な産業的バックグラウンドという点では、まだ他の国よりもはるかに強い要素を持ってるんですね。したがって、安全でありなおかつ、そういう産業基盤があるとなると世界の中ではですね中国、韓国、台湾から移す地域としては日本しかないんですよね。アメリカもヨーロッパもですね、その材料だとか半導体製造装置などの基盤は弱いです。まして、製造業の土壌が日本もアメリカもヨーロッパももうだいぶその衰退しているわけですね。ということで日本に白羽の矢が立ったというのはですね、今起こっていることのすべての出発点なんですよね。今市場で一番ホットなね、業種になってるっていうのもなんかそのついつも合うなという気はするんですが、じゃあ続きましてね、史上最高値新しい日本のキックオフということで、まだ先があると武者さんが見られている。それは日本株何が魅力なんでしょう、ここから。端的に言うとですね、日本がダメになったのは日本人に原因があったというよりは、アメリカの日本叩き、そして異常に日本が強かった産業競争力を弱くするための超円高、結局日本からですね円高で工場も、それから資本も雇用もビジネスチャンスもみんな海外に逃げていったわけですよね。だから日本は負けたんですよね。日本の経済は弱かったわけです。企業は生き延びるためには国内でビジネスをやってたら生き延びられない。だからみんな海外に工場を移したり海外の企業を買収したり海外に行ったわけですよ。日本人は日本の国内に取り残されて日本が停滞したと。ところがですね、再び日本を強くしなきゃいけないということになると、やっぱり1ドル100円じゃダメだと、140円50円だと。で140円50円になると日本の物価がすごく安くなりますよね。そうすると世界中から日本にどっと需要が集中しますね。で物にはですね、高いところから低いところに流れるという論理があるわけです。水は必ず高いところから低いところに流れる。同じようにですね、必ず需要は高いところから低いところに流れるんですね。つまり円安によって日本は世界の需要を一手に集中できるという有利な条件が与えられたんです。でこの円安をもたらしたのもですね、多分アメリカのその日本を強くしなきゃいけないという配慮が背後にあったというのはですね、いろいろな情報証拠から明らかだと思うんですよね。そうすると日本を強くしなきゃいけない、円安で世界の需要が日本に集まる、つまりですねダメだった日本の条件が180度大転換するわけですね。それが今起こっていることだと思うんですね。ですからインバウンドも増えるし、工場が日本でどんどん立ち上がるし、ということがですね、これからの日本の新しい時代を開いていくというように私はもう確信してますね。その中でこの日本株がまだ安いというのは、その数値的にも言えることはあるわけですね。そうなんですよね。日本の株、おそらくですね今週来週にですね史上最高値を超えると相場感が分かんなくなると思うんですよ。史上最高値まではですね、だいたい今まで PR15 倍だったから15倍ぐらいが妥当だろうっていうんですけど、じゃあ史上最高値を超えたら15倍なのか20倍なのかあるいは10倍なのか分かんなくなる。その物差しを何によって求めるかというとですね、これは長い歴史によって求めるしかないんですね。ここにありますのは日本とアメリカの過去100年近い長期にわたるですね、国債の利回り、それと株式の益回りの推移なんですね。でこのオレンジが国債の利回りと株式の益回りのスプレッド差なんですよね。で今はですね株式の益回りが国債の利回りを6% 以上上回っていると、非常に株が割安の時代なんです。これがもう20年ぐらいにわたって続いている。ですから私はもうずっと前から日本の株は馬鹿げてるほど割安だということを言ってるわけです。だけどこれは普通じゃないんですよね。今から40年前を振り返れば日本の株式の益回りは国債の利回りよりも低かったんですよ。ですから場合によってはですね、株式の益回りと国債の利回りがイコールであるというところがフェアバリューであるという理屈も成り立つわけです、はい、実際にアメリカではですね、FRB がフェドモデルといってフェアバリューは国債の利回りと株式の益回りがイコールになる水準がフェアバリューだというようなことを、レポートでかつて発表したこともあるんですね。で仮にそれが事実だとすれば日本の、国債の金利とですね、それから株式の益回りがどこでイコールになるかですよね。多分今 1% 以下のアメリカの長期金利上がってもせいぜい 3% でしょうね。そうすると 3% という水準まで株式が値上がりして益回りが低下することがあり得るわけですね。株式の益回りが 3% ということは PER33 倍です。はい、つまり PER33 倍になったとしてもですよ、金利が大幅に上がったという前提の上で PER が33倍になったとしても、日本の株は割高じゃないと、フェアバリューだとなるんですよ。今の利益が全く変わらなくて。ということは今の株価がですね直ちに2倍になりうるということですよね。ですから、フェアバリューが、4万円を超えてしまったらわからないけど、8万円がフェアバリューだということを、言ってもこれは間違いではないという時代なんですね。そうなってくるとまだここから2倍になる可能性が日本に秘めてるんであれば、日本の株を日本人が買わないとダメですね。買わないとダメです。ところがですね、日本人は、株をあまり持ってないというのが、次のグラフですね。これは日本とアメリカの家計の金融資産を100とした配分割合ですけど、日本の場合には現預金が 73% で株式投資がですね2割以下なんですよね。でも現預金って利息ゼロです。株投資は利息だけ配当だけで 2% ありますと、加えてこの株投資は過去10年間で4倍になったわけですよ。4倍になり毎年 2% の配当をもらえる株投資と何もない現預金、圧倒的にこっちの方がいいにもかかわらず日本人は株を買ってこなかったんですよね。著しく大きな株持たざるリスクをみんな抱えてるわけですね。アメリカはというと、株投資でですね資産の7割を保有してます。現預金は 17% です。でアメリカはですね、リーマンショック以降株価が7倍になったんですよね。したがってアメリカの家計は株価上昇によってものすごく豊かになったんですよね。じゃあちょっと一番最後のスライド出ますかね。ちょっと残り時間もね限られてますんで、このアメリカ人はよく投資しますと、その結果生まれたことは何だったか。そうですね。結局ですねそういう形でアメリカの株価が大きく上がったと。でこのアメリカの株価を上げた大きな理由はアメリカの企業が儲けを全部株主に還元したからということもあります。その結果アメリカの家計の純財産が2009年59兆ドルだったものが今150兆ドルと、90兆ドル家計の純財産増えたんですね。これは GDP の3倍以上です。でものすごく家計が豊かになったのでアメリカ人は消費をすると、いうことが起こってるんですね。つまりアメリカっていうのは企業が儲けを、ほぼ全部株主に還元し、そして、その結果、株価が上がり上がった株価の、恩恵をですね消費者が受けて、それが経済の、最大の推進力になっている、こういうのがアメリカなんですよ。この左側にありますように、日本と全然違いますよね。企業が一番買ってる、その次に家計、そうですね、一般の個人投資家が買ってる、そうですね。で結局企業が儲けを株主に返し、家計はどんどん株を買うから、言ってみれば企業の儲けが直ちに家計のですね消費の推進力になってるわけですよ。これがアメリカなんですけど、日本の場合にはいわば企業が株主に返す還元率っていうのはですね、今40% ぐらいなんですね。アメリカはこの還元率がもう8割から 100% ですから、企業は儲けを、もっと株主に返すべきだと、そしてまた家計は、もっと積極的に投資をして、現預金ではなくて、株を持つべきだと、こうなるとですね日本もアメリカのように飛躍的な家計の財産の増加と、それによる経済の好循環というのが期待できるわけですよね。なぜかこれが期待できるポテンシャルを持っている、だからこれから市場最高値の先がね日本のまだスタートだというところを、今日室さんからいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。